はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく10時半ですね。5月17日の火曜日でございます。日経平均はプラス55円ですね。ドル円が 129.222。 あのね、原油が高いんですよ。 WTI がね、112ドル来てますね。なんやろね、これようわからん。あのアメリカの10年利回り低いですよ、 2.89 って。これなんか思ったより上がりませんね、これね。もっと上がるんかなと思ってましたけど。はい、本題いきましょう。デイリー新潮でございまして、今日出た記事でこんなんありますね。ウクの戦争で中国はロシア寄りで緊結状態、政府系メディアにも異変の危機感という、なんか何やろ何やろと思わせるタイトルですね。ウク戦争で、中国はロシア寄りと。ちょっと最初はこんな感じですね。ロシアが侵攻してから2ヶ月以上が経過した。ロシア軍による激しい攻撃が続く一方、米国など軍事支援を受けて徹底抗戦の構えを崩さず、ね、紛争の長期化が確実な情勢となっていると。ちょっと飛ばしまして、米中対立を早期から予言してきたシカゴ大学政治学部のジョン・ミア・シャイマー教授は、文藝春秋22年6月号、今発売中ですか、のインタビューで、この王の最大の勝者は中国だと警鐘を鳴らしている。その理由として、1、米国が東アジアに軸足移動ができなくなったこと、ロシアを中国側に追いやってしまったことを挙げていると。まあまあね、ちょっと飛ばします。日本ではあまり語られることはないが、プーチン大統領の盟友関係がアダとなり、中国経済は深刻な緊結状態になりつつあると。へえへえ、そんな話もっと読みたいわと思うんですよ。習近平国家主席は2月4日に、北京五輪の会合に合わせてプーチン大統領と対面で会談し、うにゃうにゃって、これはあれですね、会談者という話ですね。中国は要請に応じてどこまでもロシアを支援するわけだが、米国は中国の動きを警戒し、対ロ支援をすれば中国に制裁を実施するとの強硬姿勢を鮮明にしていると。世界の投資家たちも中国の資産をめぐる地政学リスクに敏感になっている。西側諸国の経済制裁でロシアの資産が無価値となり、大きな痛手を被ったからだと。今日なんかマクドナルドもですね、ロシアから完全撤退ということを決めたみたいですね。850店もあるんですって、ロシア国内に。マック、日本よりも多いんちゃうのって感じですね。日本にそんなあるんですかね。国際金融協会 IIF によれば、ロシアの侵攻以来、中国から投資マネーの流出が前例のない規模になっており、5月6日に発表したレポートでは、中国は今年約3000億ドルの純資本流出が見込まれるとの見解を示した。1290億ドルだった昨年の純流出額の2倍以上だと。IIF は新型コロナの変異株対応で延々と続く都市封鎖やエネルギー価格の高騰が中国経済の成長の重しになると分析した上で、世界の投資家はロシアの侵攻に伴う地政学リスクを懸念している。ちょっと単語飛ばしてますからね、国名の単語国の名前ですね。海外への資本流出の加速化は、昨年後半から不調に陥っている中国の不動産市場に甚大な影響を与えることになると。中国の民間調査会社によれば、4月30日から5日間の労働節連休中の新築住宅販売は面積ベースで前年に比べ 33% 減少し、不動産企業上位100社の1から4月の販売実績は半減したという。これまあ以前にも紹介したデータですね。飛ばします。割安となったロシア産原油を爆買いしているインドとは対照的に、インド爆買いしてんの中国の石油企業はロシア産原油の調達に慎重だと。
欧米企業が相次いで手放したロシアの原油や天然ガスの権益の獲得にも積極的ではない。あ、そうなんですか。これ意外でしたね。積極的に来てるかと思いましたけど。中国のテクノロジー企業も密かにロシア企業から撤退している、5月6日付ウォールストリートジャーナルですね。中国企業がロシア事業に及び腰になっているのは米国の制裁が怖いからだ。米国が構築した国際金融システムの恩恵を最も享受してきた中国企業は今や米国をはじめとする海外マネー抜きには経営が成り立たなくなっている。ロシア寄りとみなされることのデメリットが顕在化したことで中国政府のスタンスは徐々に変わりつつある。政権中枢で異論が続出していることを反映してか、政府系メディアは5月に入り、浮く寄りの記事を配信し始めていると。楽観的すぎるかもしれないが、筆者はロシア軍の浮くでの苦戦を目の当たりにした中国軍は肝を冷やし、今後軍事活動に慎重になるのではないかと考えている。これは同意見ですね。これ、藤和彦さんという、コンサルタントが書いてね、1960年名古屋生まれということは私の2歳上ですね。経産省、通産省 OB ですか。最後3行いきましょう。繰り返し主張してきたことだが、ウク危機の本質は冷戦終結以降の国際秩序が崩壊してしまうことにある。誰が勝者になるかというレベルの問題ではない。一刻も早い停戦が何じゃないこの絵は読んで、どうしようかな。これとでもあれ晴れませんね。晴らないんで、読みたい方は今私飛ばしで半分読んだかなという感じですね。デイリー新潮でございまして、ウクライナ戦争で中国はロシア寄りで、金欠状態、政府系メディアにも異変の危機感という記事、タイトルの記事でございまして、特に目新しい話はあんまりなかったんですけども、ロシアを支援しているように見えて、実のところ中国企業はですね、及び腰になっているということがですね、なんとなく伝わってきますね。で、あと、ドルがね、やっぱしね、足りなさそうっていうのは、だん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 見えてきたんですよ。今の中国って、かつてのこの4、5年前のあの金満中国とはちょっと違ってですね、非常になんかドルに窮屈してるなという感じがしています。で、その一つの原因は、外資が逃げ出しているというところもありますね。あと、人民元、かなり安く、かなりって言ったって1割ぐらいですけどね、安くなってきたという感じですね、ここのところ。それまでずっと上昇気味でしたからね。ここに来て大きな変化が起こってまして、さっきも言いましたけども、習近平さんね、あんまり経済が分かっていない。分かっていないです。経済よりもですね、自分の政治的なポジションを優先なさっているような感じがしますね。だから、ロックダウンもですね、あんな不合理な、誰がどう考えてもそこまでやる必要ないやんというロックダウンを未だに続けていらっしゃるということでして、これが続けばですね、中国経済全体の活力が失われていきますし、そこに外資がどんどん逃げ出せばですね、ちょっとですね、今までのようなですね、成長路線というものからこうそれていってですね、ちょっとやばい状態、経済的に窮乏していくようなことも十分に考えられますね。そもそももうすでにね、もう今更中国に進出してね、工場を作って、ね、安い労働力使ってという状態ではなくなってますでしょう。で、ここのところ政治的なリスクは急速に膨らんできました。ヨーロッパもですね、ドイツとね、イギリスなんかはこうものすごいこう中国に入れ込んできたんですよ、今までね。でも、あれです、ウイグル問題がここ数年ガーッと出てきてですね、で、このあれですね、コロナでですね、この、あの国が中国がどういう国かということについてですね、
ね、だん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 ヨーロッパの認識がですね、こう現実的になっていきました。これひょっとしたらやばいんちゃうのという感じが近年急に膨らんできたんでですね、まあ14億人の市場はね、魅力的ではあるんですけども、その今後ですね、中国経済というのはですね、急速にですね、衰えるというのは変ですけども、成長は止まってですね、着地点を目指すみたいなところに行く可能性が十分ありますね。外資ですからね、基本的に中国経済を引っ張ってきたのは。その外資が逃げ出しているっていうのはやっぱり深刻な状態ではないかなと思います。貼りませんので、ご興味ある方は探してください。ウクライナ戦争で、中国はロシア寄りで緊結状態、政府系メディアにも異変の危機感というデイリー新潮、藤井和彦さんの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。